どうも、達夫です。今日はポモドーロ、はい、今日はね、トマトを使って冷製スパゲッティ、カッペリーニっていうこの一番細いタイプ、もうそうめんと同じ、あのそうめんで代用しても大丈夫です。まずトマトのヘタを取って少し切れ目を入れて、今度冷水に落として冷ましていきます。水動かす方が冷めるのは早いです。これもお好みなんですけど、まあ、ニンニクの香りつけるんだったら、また同じようにボウルにちょっとこすりつけて、今回もう先にこのトマトに味をつけていきます。塩で、胡椒で、ワインビネガー、これもこの前の水なすの時にご紹介したちょっと甘い香りのある、フルーティーな香りのあるもの、オリーブオイルはエクストラバージョンオリーブオイルで香りのいいもので、今度はパスタ茹でていきます。冷水にもお塩を入れていきます。パスタカッペリーニを茹でていきます。このパスタは茹で時間2分ですので、2分きっちりボイルしていきます。冷水で締めていきます。で、先ほど合わせたトマトのソースに、で、バジルの葉っぱは包丁では切らないでください。盛り付けていきます。生ハムなんかをトッピングしても美味しく召し上がっていただけると思いますので、あれば生ハムも少し添えていただいても。ではいただきます。これからもうね、夏になるとやっぱりこの冷製がいいですね。美味しいです。ポイントとしてはカッペリーニ茹でる時間すごく早いので2分ぐらいで、まあパスタ3分のものもあったりもするんですけど、2分ぐらいすごく早いので、先にもうソースは用意しておいてください。で、あと冷やす時も少しお水にお塩入れておくと、塩茹でしたパスタがその塩が抜けないので、で、その代わりでもソースには自分がトマトにかけて美味しいなっていうぐらいの塩分にしといた方がいいかなと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。美味しいさー。